こんにちは。みんな元気かな。これから一緒に遊びをするよ。お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、家族やお友達と一緒に遊んでね。はじめの遊びはボールキャッチをやるよ。何回跳ねたボールをキャッチする？一回。よし。次は何回跳ねたボールキャッチする？二回。次は何回キャッチする？3回。はい、ナイスキャッチ。みんなもやってみよう。何回跳ねたボールをキャッチする？1回。よし。次は何回？2回。次は何回？3回。ナイスキャッチ。次は手を叩いてキャッチしてみよう。何回手を叩いてキャッチする？1回。せーの。次は何回する？3回。次は何回手を叩いてキャッチする？5回。次は何回手を叩いてキャッチする？10回。みんなもやってみよう。1回。せーの。次は何回する？3回。次は何回手を叩いてキャッチする？5回。次は何回手を叩いてキャッチする？10回。10回。せーの。次は足でボールをキャッチしてみよう。みんなもやってみよう。次は的当てチャレンジをやるよ。新聞紙を床に置いて的にするよ。それではやってみるね。よし。いや、自分が当たってないんだよ。よし。それでは次は的を半分にするよ。よし。よし。最後はもっと小さくするよ。よし。すごい。
よし、じゃあみんなもやってみよう。今日の遊びは楽しくできたかな？子供はたくさん遊ぶことでいろいろなことを学びます。時間を作ってたくさん遊んでみてくださいね。バイバーイ。